ちゃ煙するじゃないですか。さあ行きます。雨がひどいんでちょっと車運転するの怖いんでここだけ変わってもらいました。何食べようかね、バーベキュー。やっぱ築地といったら海の幸ですかね、うん、まずはさっき言ってたやつ、さっきと私サザエ大好きなんですよ。いいサザエともう貝類ばっかりあと何焼きます、普段。本当にバーベキュー経験が少なすぎてみんなが何焼くのかちょっと調べてみよう、うんうん、バーベキューのインスタでハッシュタグ BBQ ってやればいいんです、ね、ほんでちょっと映えるやつもちょっと、映えたい、ちょい映えたいね。ちなみに、はい、予算決めましょう。予算、あ、予算、俺的には、あ、いやでももう多分5あったら、はい、結構そこそこあると思うけど、量が多分そう食べれないし。そうですね、 3でいきます。3予算でいきましょうか。はい、でもやっぱりみんなハマグリとか焼いてる、野菜とか、あとエビ。エビね。どんぐらい、3000円あったらどれぐらい買えるんだろう。相場がどれぐらいか全然わかんない。あー、でもいいやつとかになってくると1個500円とかするんかな。そしたらもうもう2個で、2個で2個買ってよ、2個。いや、1個で私違うの食べたいんで。じゃあ演者1人なんで、すいません。柿ぐらい食いたいな。そんな高くないよね、多分築地やし。どうなんだろう、どうやろうね。俺もどうなんだろう。雨だからちょっとでもついてればいいな。そうね。私の記憶の中では初築地です。あー、そうか。そうか、3匹で1000円って安くないですか。安い、めっちゃ安い。しかも牡蠣3個500円って書いてある。お、うまい。これは望みありますね。3000円しか使えないから。ちょっと待って、やばい、わ、ちょっとこれすぎやすそう。第390円、うん、そう、これそう、ちょっと見てください。あ、ホタテ、なんかこうやって指挟まれそう。やばい、ちょっとやばい。大好き。何何？辻子。私辻子大好き。めっちゃ買って帰りたい。どうなんでこの値段なんて。そうね。でもやっぱホタテは高い方ですね、一個。だからそれはちょっと私の分だけになっちゃうんですけど。すいません。牡蠣ください。牡蠣は。一番のお目当ては牡蠣。今年初牡蠣を食べたい。なんかこれはもう飲食店ですね。うんうん。うわあ、いいか。もう急に牡蠣。あったー。わ、これ買おうかな。でも北海道の牡蠣だって。北海道の牡蠣とっても、あの、ここのところがクリーミーで、わー、おいしそう。炭火でも美味しいです。生のがいい。うちは生でした。そうなんだ。あ、ここで食べれるんだ。はい、開けたて食べてください。ちなみに生牡蠣大丈夫？大丈夫です。すげー食べたい。食べよっか。もう M2 つお願いします。これ焼けずに食べれるんだ。はい、嬉しい嬉しい。やばい、俺もやばい。あ、やばい。これにでもちょっと見せましょうか。見せま
じゃあ、いただきます。ちょっと見せて、やばい、めっちゃ美味しそう。いただきますね。で、向きこっちだ。やばい、うん、めちゃくちゃ美味しい。すっごい濃厚です。もう確実にあの味がめっちゃ濃い。寄り道しちゃった、はい。いや、最高ですね。最高だね。あれでビールやったな。いや、本当に牡蠣見えた。わあ、いい、なんかこれこれキャンセル、え、買いました、買いました、買いました。じゃあ、パン粉ホタテもある。ホタテも2枚あります。あとなんかエビも欲しいなと思ってるんですけど。あ、じゃあそれを2つ。すごい、1匹150円。めちゃくちゃ安い。じゃあお願いします。まず、よさん3000円。え、でもここだけで1000円かな。1310円。これに入れてもらいます。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。すごい激安でしたね。うん、すごい。ただ意外にこれだけでお腹いっぱいになりそうなのに。あ、ここもすごい貝の種類が豊富。私、アワビ買ってない。アワビじゃない、アワビじゃない、サザエ買ってない。ある、はい、サザエ。あ、でかっ。あ、でもこれ色でしか売ってないのか。あ、そっかそっか、でかっ。食べたいですよね。これとこれの値段は違うでしょ、うん、だからメカさん測って今いいサザエしかないですよ。うん、いいサザエしかない、うん、安いのは今日は来てない。これが、これは250かな。300ある。いくらになる。それが9、1000円ぐらい大雑把。でもいいよ。いいですか。でかければもっとあります。もう一個、これでもいいや、めちゃめちゃ美味しいやつですもんね。これ、これは房州だからサザエのトップですね。食べてみたい。だってそんな多分量食べれんし。そうですね、うん、じゃあこれを一ついただいてもいいですか。はい、これがいいですか、今見て。はい、今ので大丈夫です。はい、はい、お客さん、はい、サザエが 0.3、 3500。中でお願いします。あとは何かいいですか。はい、今からバーベキューで食べようと思うんですけど。バーベキュー、うん、もう焼いて醤油ちょっとかけたら大丈夫ですかね。そうですね、バーベキューもったいないね、このサザエで。バーベキューは本当は安いやつがいいんだけどね。本当は安いやついつも置いてあるんだけど、来てないんですよ。別にバーベキューでも食べないんですけど、もったいないって、ね、もったいないぐらいだってこれ。そうなんだ、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。残り640円。でももう食べれなさそう、うん、すごい重いですね。もうすでにめっちゃ重い。よし、じゃあ行きますか。ね、もう欲しいもの全部買ったので、早速バーベキューに行ってきます。乾杯。わー、うん、これなんか CM みたいですね。